札幌祭りの会場、中島公園の中島体育センターのすぐ裏に来ました。この時間ですね、時間を追うごとに人、皆さんこう祭りを待ちわびていたという感じで、学校や会社帰りの方でにぎわっていますね。はい、この公園の中には、お好み焼きやチリ、それから唐揚げ、ジュースなどなど270を超える露店が軒を連ねています。特にですね、若い世代の方々が非常にこの時間多いですね。はい、ちょっとやや肌寒い気温にはなってきたんですけれども、半袖姿で皆さんグルメを楽しんでいますね。隣にはですね、ジャンボ串焼きのお店が煙もうもうと、もう何百本も売れてるんでしょうね。美味しそうですよね。こういったところで食べたグルメっていうのは一生の思い出になりますからね。夏のですね、爽やかな思い出作りに皆さん楽しんでいる様子です。さあ、270店舗もお店があるということで、どんなお店が今トレンドなのか、どんなグルメがあるのか、最新の流行を調査しました。札幌祭りの醍醐味といえば、見るだけでも楽しい露店巡りです。今年中島公園にはおよそ270店が出店しています。中でも注目の店をピックアップ。まずは絶品の屋台グルメです。はい、どうぞ。ホルモンうどんです。プリップリのホルモンに特製のタレを絡めて、うどんと一緒に焼き上げる岡山県のご当地グルメ、ホルモンうどん。3年前に初出店して以来人気を集めています。すごいニンニクが効いてて美味しいです。すごいビールが進みそうな美味しいです。こちらは特上タンや特選牛ロース、霜降り和牛など高級焼肉店のようなラインナップが並ぶ串焼きの店です。塩コショウのみのシンプルな味付けで、肉のうまみを最大限に引き出しています。噛むたびに肉汁がじわじわって、本当にステーキを食べてる感じで、とっても美味しいです。屋台の定番、焼きそばにも個性的なものが。台湾風焼きそばの台湾正麺です。豆板醤、あとチリソース、ウスターソース使ってピリ辛程度、美味しいです。ちょっと辛いですね。ピリ辛って感じで美味しい。普通の焼きそばと全然違う。でも辛すぎずに食べれて美味しいです。続いては流行の品が目白押し、最新屋台グッズです。はい、今年はこの光るピクセルボトルが売れてます。人気です。毎年奇抜な容器が話題となるトロピカルジュース。今年はまるでドット絵で描いたような光るピクセルボトルが人気です。こちらですね、人気のゲームに出てくる回復液のようで、子供はもちろん大人にも人気です。初めて見てちょっと斬新で面白いなと思って、可愛いし美味しい。どんな味？こちらの店舗では、キーホルダーなどにその場で好きな文字を入れて、自分だけのアイテムを作ってくれます。かわいくできました。そして同じ果物をくっつけて進化させていく人気のスイカゲームのキャラクターがぬいぐるみになって、早くも露店に登場です。くじを引いてもらって、出た数字によっていろんなフルーツが当たります。スイカゲームはよくやるんですか？学年もみんな持ってたりやってたりとかやってます。正直もう狙いはこれですね。一番の狙いは次来たら開けたいなと思います。今年の札幌祭り、あなたはどんな露店で楽しみますか？